ダービーマッチ日本のダービーマッチ神奈川ダービー、川崎ダービー川崎ダービーとは、かつて存在した、日本のダービーマッチ。日本プロサッカーリーグに加盟する川崎フロンターレと、ベルディ川崎が対戦した試合の故障であるが、ベルディが神奈川県川崎市から、東京都へホームタウンを移したことで消滅した。川崎フロンターレ、1勝2分2敗ベルディ川崎、2勝2分1敗。 初代 JFL ジャパンフットボールリーグでは1992年の第1回に富士通サッカー部、東芝堀川町サッカー部、NKK サッカー部の3チームが J1 に加盟し、この3チームで川崎ダービーが行われたが、この当時は川崎ダービーとして紹介されることはほとんどなかった。なお、NKK はこの年10位で J2 広格が決定し、 その後1993年に休部したため同じ、カテゴリーでの参戦は1992年の1回、限りであった。また東芝も1996年に札幌市へ移りコンサドーレ札幌となったため、JFL での川崎ダービーは1995年で消滅している。日本サッカー協会の公式な見解としては、実質4部にあたる日本フットボールリーグも3部相当と、 位置づけている。ありがとうございます。